金賞雪姫は、日本の競争場、繁殖品場。主な勝ち倉は2018年の福島品場ステークス。2013年5月22日、ヤ代大ファームによって生産。ヤ代大ファームの吉田哲也副代表は、父の三ラシー雄大さだけでなく、つなぎも長くて、動きには柔軟性もあり、筋力がついてくれば、上のクラスでも戦えるのではと感じさせる。 高素材だったと振り返っている。2014年の北海道オータムセールサラブレット一切部門にて、中地エージェンシーに237万6千円で、取引。その後、磯野秀夫が所有し、立党トレーニングセンターの中村人支給者に、預けられる。2015年8月16日、小倉競馬場の新馬戦に、川田省宮城を安城に出走し、後方に4分の三馬身離して、 デビュー勝利を記録する。それから7戦を要し通算8戦目、500万、下特別、デイジー賞にて、内田博之が導き2勝目を挙げる。その後、優秀品馬に出馬登録をし、同賞金の5頭中4頭の出走を決める抽選に、敗れて、同レースを除外され回避。周期は、秋華賞に出馬登録をし、同賞金の5頭中1等の出走を決める抽選を、 突破し、GI 初出走を達成したが、優勝したビブロスから0.9秒差の11着に敗れた。4歳となった2017年、1000万したクラスで2勝、9月24日のムーンライトハンデを和田隆二を安城に勝利し、オープンクラスに昇格した。その後、品馬限定の重賞に出走するも、しばらく着順掲示板に入ることはできなかった。 ところが昇格後5戦目、2018年4月21日の福島品場ステークスに秋山新一郎を安城に単勝オッズ16.3倍の7番人気の評価を受けて出走。1番人気に支持された川北演歌が逃げる中、後方待機を選択し、最後の直線で内で粘る川北演歌や電光安寿などを外からかわし、後方に首差離して勝利。 重賞勝利を挙げた。なお秋山真一郎が、この勝利が、福島競馬場の重賞初勝利であり、史上5人目の JRA 全中競馬場での重賞勝利を記録した。以降、重賞を転戦とするが勝利を挙げられず、2019年2月27日、エンプレス杯で9着となったのが引退レースとなった。ついで3月7日付で競争馬登録を抹消した。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。競争馬登録を抹消し引退した後、北海道新ップ町の佐藤牧場にて繁殖品馬となった。初年度は、ハービンジャーが荒廃され、2020年2月6日に発号生産した。札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神。 小倉の全十馬。詳しくは、競馬場一覧を参照。各競馬場の重賞初勝利は、札幌、キーンランドカップ。函館、函館スプリントステークス福島、福島ヒンバステークス新潟、新潟記念中山、慶応杯2歳ステークス東京、フローラステークス中京、愛知杯京都、京都金杯阪神、神戸新聞杯小倉、小倉3歳ステークス、 ありがとうございます。